まずはワンのサーブで会場のドギモを抜いてやるさ。ビッグバン。ワンだってケイ君に負けてないぜ。バイキングホーン。シローの祝辞法も絶好調やっさ。だな、きっとみんな驚くぜ。二人とも本番前最後の練習なんですから気を抜かないように。どうしたの南、難しい顔なんかしちゃって。戦国か、今更だけど俺のテニスでちゃんとアピールできるのかなって不安になったんだ。隣で練習してる比嘉のメンバーに比べて俺のテニスはそのなんていうか。まあ地味だよね。その通りではあるんだが、はっきり言うなっての。ごめんごめん。でもそれがどうしたの？俺は自分の堅実なテニスに自信を持ってる。でも堅実なプレーって一目見ただけで伝わるものじゃないだろ。見せるような得意技なしにどうやってテニスの楽しさを伝えようって思っちゃって。みんながみんな見せるような得意技に注目するわけじゃない。努力に裏付けられた南の堅実なプレイだって見る人が見ればきっと気づくよ。そうかな。うん、それに南のサインプレーも十分見せるテニスじゃないかな。秘密の暗号って感じで子供たちも好きそうだし。そっか。俺たちは俺たち、山吹中のやり方でテニスの楽しさを見せようよ。そうだな、楽しく勝てるテニスをみんなに見せようか。どうやらあちらの問題は解決したようですね。何のことよ。何でもありません。それよりもうすぐ本番です。準備はいいですか？おう、いつでもいいぜ。マンモ、早く試合がしたくてうずうずしてるさ。では、我々比嘉中の内縄のテニスを世界に見せてやりますよ。はいで。もうちょっとでパレードか。なんだか緊張してきたぞ。わかる。きっと派手な舞台になると思うと。いつまで縮こまってやがる。みっともねえ姿を晒すな。阿久津は手厳しいな。いった、準備はできたか？一応は。お前たちはバッチリ決まってるな。パレードは子供も見るんだからもっと笑った方がいいよ。こんな風ね。子供にはちょっと刺激が強くないか。ああ、別の意味で迫力満点っていうか。ほどほどにしておきなさいよ、知念君。模擬試合の前にも似たようなこと言われたんしが。まあいいか。
今ので緊張は解けたかや。もしかして俺たちの緊張をほぐそうとしてくれたのか。やんど。いった、後ろから見ててもわかるくらいにガチガチになってたぜ。緊張で固まってしまうくらいなら多少ふてぶてしいぐらいでいいと思いますよ。ちょうど隣に見本がいるでしょう。誰のこと言ってんだてめえ。さあ。そうだ、せっかくのパレードやし目立つようにちょっとイメチェンしたらどんなか。え、面白そうですね。パレードまで時間がありません。やるならさっと済ませましょう。ケイ君たちや行った学校のやつにも協力してもらおうさ。だるな、早速読んでこようぜ。そうだよな、せっかくのパレードなら楽しまないと。ああ、交流祭の最後に楽しい思い出を作ろうぜ。みんな、模擬試合の最終練習やテニスの楽しさを伝えるためにも気合い入れていくぜ。もちろんや、最速のテニスで見せたる。ま、それなりにやるだけっすわ。私とユウくんはいつも以上にみんなを笑いに巻き込んだるで。いかにもステンホージって感じばい。確かに笑いを取り入れるんもテニスの楽しさが分かりやすく伝わってええかもな。ほな、俺も本番では合間に笑いを取り入れて。それよりもクラリンはパーフェクトテニスを極めるんがええと思うで。せやで、エクスタシーのポーズも子供に受けるかもしれへんし。そうか、せっかくやし特別なことをやってもええと思ってんけどな。よっしゃ、ワイもやったるで。スーパーウルトラグレートデリシャス大車輪ヤバーラシ。ちょ、コート壊れるか思たて。タコはさへんで。それに今のはウォーミングアップや。いや、今のがウォーミングアップやったら本番はどないなんねん。本番ではやらんで。でっかい技はあかんって白石に言われたからな。分かってればええ、やる気と元気はバッチリやで。まあ確かに良くも悪くも気合は十分って感じっすね。せやろ。ほな財前、一緒にラリーしようや。一般なってしゃあないな。よし、俺も頑張ろか。本番までにアピールの方向性を固めて、何としてもテニスの楽しさを伝えんと。しらいし、取り込み違ったら悪かばってん。ちょっと俺の練習に付き合ってくれんね。ああ、ええけど。どげんしたと？いや、千歳は楽しそうやと思ったな。大きい舞台の前やのに全然緊張してへんし。そうなん？だってテニスを楽しむのが無害の第一歩だ。あ、せやな。特別なことをするも大事やけど、肩肘張らずに思い切り楽しむ。そのやり方でも楽しさは伝えられるかもしれへんな。それで相手はしてくれんね。もちろん。
ほなお互い全力で楽しむで。これでいいんすかね、パレードのリハーサルって。並び方確認したり歩いたりしただけやけど。パレード嬉しいわー。わい、みんなに手振ったるで。あら、向こうにおるハンドボール選手、いい男、握手してもらいまひょか。なんやって春のやつ、浮気か。うわ、先輩危ないって、ぶつかるとこだったっすよ。ユージ、もうすぐ始まるから早く連れ戻してきてな。もう聞こえてないんじゃないですか。っていうかシンジ、パレードなんだしもっとテンション上げてけよ。神尾こそ、さっきから緊張してるくせに。そりゃちょっとぐらいそわそわするって、こんな機会あんまりないしさ。ほな、ワイがそわそわ吹っ飛ばしたら。パレード、みんなで楽しむで。お、確かに声に出したらすっきりして緊張もほぐれるかもな。俺もリズムに乗って盛り上げるぜ。ほんとみんな気楽でいいよな。まあ見てたら少し肩の力は抜けたけどさ。小春連れて帰ってきたで。パレードまだ始まってへんよな。大丈夫やで、無事合流できてよかったな。っていうか二人とも、なんで備えに行さんお笑いグッズ抱えてるんすか。小春があった方がいい言うてな。アフロのカツラやら、模擬試合でも受けたグッズが盛りだくさんやで。最後まで笑い取りに行く気やなんて、さすがは小春とユージやな。パレードってそもそも笑い取るもんなんすかね。けどまあ、長かった交流祭もこれでやっと終わりっすわ。財前模擬試合めっちゃ頑張ってたからな。終わってホッとしたやろ。別に備えに頑張ってませんし。そっちこそ試合見てた子供に名前覚えられて、えらい人気やないですか。人気かどうかは分からんけど、テニスの楽しさを子供たちに伝えられたんやったらよかったわ。わいかて、ちっちゃい子にテニス教えてって言われたで。俺も試合の後、いろんな人に話しかけられた。何言ってるかはあんまりわからなかったけど。言葉が通じなくたって、俺たちの試合を面白いって思ってくれたってことだろ。最高じゃん。まあみんながそれぞれに自分の全力を出せたってことや。ほんまにええ模擬試合やったわ。まあ曲始まった。前奏は悪ない感じっすね。よっしゃ、みんなをドッカンドッカン笑わせたるで。最高におもろくて楽しいパレードにしような。ああ、最後まで俺たちみんなが主役や。盛り上げていくで。観客席ミラン青年月さん、アメリカのプロ選手が家族で見に来よるで。テニス選手以外にも知った顔が見える。あれはサッカー選手だ。模擬試合はまだ始まったばかり。初めのうちは物珍しさもな。中学生どもがいつまでも変わり映えのねえアピールをしていた。客は減っていくだろうな。
おいおい、心配ねえと思ってるから任せたんだ。あいつらを買ってるようなこと言ってたじゃねえか。本番を成功させるかどうかは別だ。なんだ、ただ面倒を押し付けたわけじゃないんだな。当たり前でしょ。彼らはアンダーセブンティーン日本代表としてコートにいるんです。中学生たちが成功しようと失敗しようと、その結果を私たちも追うんですよ。え、そうなんですか？おい見ろ、のんきな奴がここにもいるぜ。それは遠野君ものんきだと言っているようなものだと思いますが。まあでも中学生ら見とったらワクワクするし、きっと成功するんやろね。そうだ。そうか、まるでお遊戯会じゃねえか。子供騙しだぜ。方向性は正しいんじゃないですか。メインターゲットは子供なんですから。あいつらもそんな風に考えてたぜ。単純明快が伝わりやすいってな。金太郎なんかはそのままヒーローみたいに技を連発してやるなんて言ってやがったしよ。得意技を連発か。今まさにその最中のよ。ほんまや、あれコート壊れたりしませんかね。まだまだぬるいな。もっと派手に血祭りにあげられないのかよ。それは子供が泣きます。観客が増えたよ。ん？あれは開会式で挨拶しとった。世界スポーツ交流祭主催の方々ですね。早速いらっしゃいましたか。どこかで噂でも聞きつけたか。中学生たちのアピールの成果だろう。やるじゃねえか、あいつら。少しスーツが濡れちまったし。ああ、おった。リュウジ、パレード中にどこ行ってた？インド高のカバディ選手が乗りよくてよ。向こうで一緒に写真撮ってた。あちらで水をかけ合っている団体ですね。それで濡れたんですか。花びらを振りまいている団体もいるようだ。自由だな。イエーイ、みんな乗ってるかい。イエーイ、盛り上がってるか。おお、ええノリやな。その勢いで前方にいるうちの大将にも絡んでみ。さっきやってすげえ睨まれたぜ。怖いもの知らずの兄さんだし。ほら徳川君も観客に手を振り返してあげなよ、笑顔で。なんだかくすぐったいですね。プロ選手というわけでもないの。いいのいいの、こういうのはノリなんだから。スポーツ選手であることだけがパレードへの参加条件ですしね。そうそう、今は有名人になったつもりでええんちゃう。見ろよ、中学生たちなんざノリノリで手振ってやがるぜ。本当ですね、まるでスターだ。お、ちびすけだ。ちょっと行って肩車でもしてやろうかな。そういう子供扱いはあまり良くないと。待ってください。ますます盛り上がりそうだね。あ、観客席の子供たちが日本の旗を振ってますよ。どこの国の子かな。
へえ、嬉しいじゃねえか。おい、気分ええな。パレード最高やん。